原流の味作り、匠のお品書きシーズニングでもう一品。あー、いい香りしてますね。美味しそう。うん、はい、それではもやしの梅和えディル仕立て作っていきたいと思います。まず使う材料はこちらですね。はい、そうしましたらね、こうね、ふわっとラップをかけまして、600ワットで3分間加熱が終わりました。もやしにシャキッと火が通りました。一つにこれが2袋入ってますから、素晴らしい。梅味の和え物はやはりね、こうもう一品欲しいなっていう時に、こう酢の物代わりにもなりますしね。ここにサラダ油です。あー、もういい香りが立ってますよ。このね、もやしから出た水が出ないようにシーズニングが絡んだら、これで皆さん出来上がりですよ。もやしが、あ、こんな上品なごちそうになっちゃうのっていうようなイメージでね、考えましたね。なんかもう一品欲しいなって時もバッチリですね。肉にも魚にも相性いいと思います。おすすめです。そこにスパイス&ハーブ SB